どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、ただいまボストン、深夜2時33分ですね。午前2時33分です。そしてただいまの気温がなんとこちら、じゃらん、-22度、イエーイということで、今まで、体感したことのない、気温に遭遇したので、今から熱湯をふわって投げて蒸気になってふわってなるかを見てみたいと思います。じゃあ行きますよ。一瞬の出来事かもしれない。行くよ。いい？せーの。おお、じゃあ、そして続いて冷たく水のつけたタオルが凍ってカチカチになるか試してみたいと思います。いきます。なってる、これなってる。わかります？このちょっとシャキシャキになってる感じ。シャキシャキになってます。もうちょっとしたやったら。もっとびしょびしょにしないといけないのかもね。あ、取れた取れた。頑張った頑張った。もうすごい。ちょっと待って。なったタオルがバリバリなった。すごい、全然大丈夫。タオルの音じゃないね、これ。すごい。ということで、-22度の世界ではタオルがこうやってカッチンコチンになって立つということが分かりました。おめでとうございます。それじゃあ、それだけです。ごめんなさい、お騒がせしました。またまたね、バイバイ。すごい。すごいすごい。すごい。すごい。